らて動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、前回に引き続き、バンダイフィギュアーツ、仮面ライダーバロン、バナナアームズです。前回紹介したガイムも、素晴らしいクオリティでした。今回のバロンも、すごく楽しみですね。 今回の仮面ライダーバロンのレビューでは、主に細かいディティールや塗装、可動範囲や、あとはアームチェンジシリーズの仮面ライダーバロンとの比較もします。パッケージは中身が見えるオープンボックスタイプとなっています。あとは外務の時も言ったんですけど、これ映像のバロンじゃなくて、この商品のフィギュアーツなんですよね。パッケージの背面です。そうそう、外務の時に感動したんですけど、このロックシードが取れたり、あとはこの戦国ドライバーの剣が動くんですよね。今回のバロンでも同じ仕様です。 さあ、それでは早速、箱の中を開けます。この瞬間が本当にたまりませんね。開けると。じゃーん。 このブリスター越しからも見えるこの細かさ。商品構成は外ムと同じですね。各種手首パーツがここに8つ。そして握りこぶしが2つあるので、計10個ついています。それからバロンの特徴でもあるこのバナスピア。それから展開状態を再現する差し替えパーツ。そしてこれ、今回も入っています。バナナロックシードです。もうこの時点ですでにバナナがくっきり見えますね。それでは早速ブリスターから取り出します。 おお、すごいもう造形完璧じゃないですか、これ。これ見てると本当にスケール感が狂いますよね。手のひらサイズですよ、これ。うーん、素晴らしい。ちょっとアップでよく見てみましょう。まずは上半身。頭部のアップです。おー、すごいこのセンサーの部分のバーンサイトがすごく綺麗ですね。 クリアーパーツとシルバーで再現されています。もう全体的にラインがすごくシャープですね。後ろの兜もきちんとイエローのラインがありますね。なんて言うんですかね、この兜の後ろのキュッてなっているところもちょっとポイントなんじゃないでしょうか。ものすごくこだわっています。頭部は頭と首の付け根による二重関節のボールジョイントですね。次は胸部のこの鎧の部分ですね。すごくディティールが細かいです。 外部の時と同様、鎧で稼働するのはこの肩の部分のこのヒンジのみですね。このスーツのメタリックレッドも綺麗ですね。全然ちょっと話は変わるんですけども、このメタリックレッドって、ちょっと退色が気になりますね。経年劣化で色がだんだん合わせてくるんですよ。でもその症状が多い場合って、シルバーの上からクリアカラーを塗っている場合に退色しやすいんですよ。うーん、これは見た感じ、粒子が粗いメタリックレッドをそのまま吹き付けているような感じがしますね。 なので多分退職は問題ないんじゃないかなと思います。次はこのベルトを見てみましょう。すごいですね。フェイスプレートの部分はステッカーですね。もうこれだけ細かい造形や塗装があれば、本当に文句ないですね。バロンのベルトは劇中同様。戦国ドライバーの剣は劇中と同様に、このように稼働します。そして前回驚いたこのロックシードがなんと、 このように取り外せるんです。これびっくりしましたね。しかも左右の開き手に持てるんです。手のひらサイズでこれが再現できるってすごいですね。もちろん閉じた状態の6シードもこのように持つことができます。これついでに寄ってみましょう。おー、ちゃんとバナナの絵が描いてありますね。やばい。<laughs> こんなですよ。もうこれなくしたら一発アウトですね。こんな風に探さなきゃいけない羽目になります。 上半身の可動範囲は、これもまた外務と同様。ベルトと、あとはこの部分に、ボールジョイントが入っています。かがんだり、反ったり、自由自在ですね。あとは肩の根元。ここが回転して、腕が曲がる。手首はボールジョイントによる可動ですね。脚部はこのようになっています。この装飾綺麗ですよね。シルバーの上に、白で綺麗にペイントが施されています。 ちなみにフィギュアツって、その時その時の最新技術を用いていますよね。僕今回のこのまたすごく好きですね。前回のガイム同様、大きな可動こそしないものの、こう自然なポージングが取れるんですよ。そこがいいなぁと思いました。以上各部の詳細なディティールや可動範囲のレビューでした。次は、バロンといったらこのバナスピアですよね。各部はすべてプラスチックでできています。一つ一つのモールドがすごく細かいです。 こっちが今回のフィギュアーツのバナスピア。そしてこれがアームズチェンジシリーズに付属のバナスピアです。こうしてみるとアームズチェンジシリーズのバナスピアもよくできていますよね。ただこっちのフィギュアーツの方がやっぱりモールドが細かかったり各部の塗装が見事ですよね。あとはフィギュアーツの方が先端が尖っています。さあこのバナスピア、バロンに持たせるとこうなります。うおー いいですねもうただただかっこいいっていう感じですねもう外務の時も言ったんですけども本当にテレビから飛び出してきたかのようなプロポーションですねうーんバナスピアの先端は展開状態に差し替えていますこのポーズのままアームズチェンジシリーズのバロンと比較するとこういう風になりますやはりアームズチェンジシリーズは可動範囲が少ないせいかどうしてもちょっと不自然になってしまいますね 次は、フィギュアーズの仮面ライダーガイム。うーん。やばいですね。めっちゃかっこいい。うん、やっぱ絵になりますね。さあ、どんどんアクションポーズを垂らしてみましょう。変身直後のポーズです。それから、闘神と目線がぴったり合います。カイトって劇中でちょっとこう、ツンとしていて、あの、挑発的ですよね。 なので、静かなポーズでもこういうポーズがすごく似合います。あとはこういうポーズもいいですね。どこかこう、ちょっと影を背負っているような <laughs>、そんなイメージです。ただ、バロンは動くときは本当にすごく動きますよね。こんな感じで暴れるという感じですね。こんなのとか、あとはこんなポーズ。今まさに必殺技を繰り広げようとしているところですね。 こんなポーズとか、膝立ちも余裕ですね。バロンといえばこういうちょっと容赦ないような感じのポーズも似合いますよね。劇中でこんな描写があったような、なかったような。こんなポーズや、バロンも意外と劇中でパンチしてましたよね。さあ、最後はライダーキックのポーズです。バロンは本当によくキックをしていましたね。うーん、どうでしょう。文句なしですね。というわけで今回のフィギュアーツ、仮面ライダーバロン。 バナナアームズのレビュー、いかがだったでしょうか前回のガイムに負けないぐらい、本当に素晴らしいクオリティでしたね。もう遊んでても飽きないんですよ。ついいろんなポーズ付け出したら止まらないんですよ。自分が購入した時は、ガイム一つだけ買おうと思ったんですけど、こちらのバロンも買ってよかったです。いつも高評価やコメントなど、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。わたわでした。 次回のレビューはガイムとバローに付属していた花道オンステージキャンペーンの漆黒のステージと金屏風をレビューします。どうぞ楽しみにしていてください。